まあね、まあね、指導というものは教えるっていうことはね、まあ、やっぱりそれなりの情熱がないとこう教えられないというよりも、もう変わっちゃうけど、情熱がないと根気強く見れないっていうのは思うんだよね。そんな時に例えば教える側と教わる側が比例しなきゃいけなくて、教える側がどんだけ熱心に教えてもそれを聞く側が何とも思ってなければ、それをやっぱり右から左っていう感じにもなっちゃうし、でも教わる側が、え、どうなんですかどうなんですかってなった時に、こうだよこうだよっていう、ただそれだけで返すっていうのも身にもならないし、ただそのね、聞いてる側の人が例えばすごい考える能力があってとか代用できる力があるんだとしたら、それでもいいのかもしれないけど、でもそういう人は多分来ないと思うんだよね、そういうところに。なんだかんだ調べて動画見てヒントを得て自分で考えてやれちゃうと思うんだよね。でもやっぱり何かしらを誰かに、誰でもいいからじゃないけどさ、教わりたいと思ってきてる人たちの場合は、そういう何を見ても理解ができないとかわからないから直接教わりたい、そうなってくるとやっぱりそういう熱い思いで受けに来てる人に対しては、じゃああなたが分かるまで教えますよ、絶対ねここに来ればできるようになりますからっていう自信を持って、情熱を持って伝えるっていう、その時にね、受けに来る人の気持ち以上の情熱がないとできないのね、比例じゃなくて。なんでかったら、時にはそういう気持ちって人を動かすっていうこともあるわけだから、やっぱり根気強く何が何でもこの子にはこれが必要でそれを伝えたいんだっていうものを何回も何回も言い続けることによって、人はやっぱりね変わってくるだろうし、やっぱりねそういう何かを伝えるっていうものに関してはやっぱり気持ちっていうね、熱意っていうものは必要かなと思います。なので、まあ私自身にね例えるんであれば、私はやっぱりそういう点だと、今まで教わってきたこう過去の指導者っていう方に対してはすごい本当よくしていただいたなっていうのが思う中で、そういう全てを見て教える立場になりたいっていうふうに思った部分があるんで、それで自分がここまで来れたっていう感謝の気持ちっていうのがあるので、やっぱりそれはやられた側としてはそれを返す側になりたい。なので今回ねバドミントンバイブルっていう動画をね出させていただくきっかけにもなったっていう。なのでまあ確かにホームページみたいなのも書いてありますけど、実際ね体がやっぱり1個しかないんで、全国ねこうプスップスッってやって、分身の術みたいに、お前ら全員全部散らばれみたいな、そんな感じにならないんであれですけど、ただ私はこういうのができない、どうしたらいいんですかっていう、何でもない疑問だろうが、私自身がそれって何なんだろうって思うものだろうが、私は全てのものに対しては自分自身の中で出せる答えとしては全て答えは出したいと思うんですよ。それがちょっと時間がかかったとしても。なのでね、やっぱりそういう伝えるべくのことをやるって決めた以上は、それが自分の使命だと思うんで、日本全国それを飛び抜けて世界まで行ってくれればなおいいんですけど、ただやっぱり日本全国っていう広い視野の中で希望とね根気強くそういうことをね
伝えていけたら本望かなって。それで私のバドミントンっていう競技がシナリオとして全て成り立つかなっていう感じで思っています。